甲子清志清は、日本の実業家。三菱重工業社長、太平洋戦争時の登場内閣顧問。戦後は、永久戦犯として逮捕され、公職追放された。地域の教育者であった佐藤、小玉三郎、優の長男として、岩手県伊沢郡水沢町普段町にて生まれた。先祖は、仙台藩立市の一門である留守家に仕えた藩囲。岡中学校。 第一高等学校、東京帝国大学法科大学法律科を経て、1908年8月、三菱帽子会社に入社。入社後すぐに、九州の炭鉱へ転勤を命じられた。後には、三菱造船、神戸造船、三菱重工、日本航空会社と、三菱財閥の各社で勤務。1941年には、三菱重工の社長に就任。 1943年、東条秀樹の内閣顧問となるが、三菱の総帥岩崎小屋家に相談せずに決めたため、怒りを買い、三菱人は政治に関与せずの伝統を破ったとして、社長を解任され、官職の会長に退く。次局の進展に伴い次第に、戦時体制の戦略的指導者に押し上げられ、体制翼3会の生産拡充委員長を務め、敗戦直前には、 軍需省顧問となった。よくドイツのクルップと日本の三菱は、戦時中に軍需生産の中心だったので、軍需省と言われていた。1945年12月、連合国より第三次戦犯指名され、永久戦犯として逮捕され、菅も刑務所に収監。連合国総司令部障局は、三菱重工業社長卿小木志氏が、東条家に対して、現金。 株式その他によって総額1000万円を贈与した等の調査結果を発表。出所後は公職追放などの処分を受けた。1951年、追放解除後は在京岩手振興協会の会長となる等、財界に復帰し、財界のご意見番となった。また、1952年から1960年に、 かけて防衛庁所管の日本兵器工業会で初代会長を務めた。東京において鹿島誠一とともに在界人の立場から岩手県人会を盛り立てることにも熱心であった。ありがとうございます。